こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は、9月の29日の金曜日です。今日はですね、読売新聞のオンラインニュースで、少子化対策の財源を、社会全体で賄うべきだという人がですね、アンケートの結果 68% の方がそういう、この答えをされたということなんですね。でこれ個別に見ていきますと、要するに社会全体で財源を負担することへの賛成は賛成が 25%、 どちらかといえば賛成が 43%、でこれで合わせて 68% なんですね、7割近く。そしてどちらかといえば反対が22で、反対が30で、まあ、3割が反対ということなんですが、7割がまあ賛成と、まあ、こういうふうに日本人の人の良さがここに現れているんですね。で私何度かこの問題言ってますけれどもね、社会全体で負担するということはですよ、税を上げるか、それとも社会保険料をですね、上げるか、まあ、この二つなんですよね。で、しかし、まあ、社会保険料を上げることも含めて、要するに国民負担、まあ、税金が増えるということなんですよ。で、しかし問題はですね、この今の税金が一体どういう形で、負担されているかというとですね、これ何度かお話ししましたけれども、国税全体を100としたらですね、消費税の分が3割、そして個人の所得税が3割なんです。合わせて6割が個人が払っているということになります。というのは消費税はですね、最終的に、この転嫁をして、消費税をやっていきますから、最終的には、転嫁ができない個人、最終消費者がですね、もしくはこの免税事業者などがですね、負担をしているわけなんですよね。いずれにしても、個人になるわけですよね。でそして、所得税が3割ですし、消費税も3割の割合が大体国税でありますから、合わせて6割が個人。で、法人はというと、法人税自身は2割しかないわけですね。あと、もろもろ酒税とか、いろんな税金ありますけれども、まあ、酒税なんかも最終的にはですね、それを消費する個人が払っているということになっていくわけですけれども、要するに、日本の税制でいうと、あまりにも、個人の、財布から払ってもらう形がですね、非常に多いわけなんですね。で、ということはどういうことかというと、もちろんですね、この高額納税者、高所得者の方は、かつてはですね、所得税は、基本的に総合課税で累進課税、つまりいろんな所得をですね、全部足して、それにですね、税率をかけると。で、税率は段階的に所得が上がるたびにですね、税率上がるんですね。最高が確か、75% ぐらいありました、昔は。それに住民税が2割、かかってきますから、合わせて 95%。まあ、例えば、まあ、1億円とかの所得あると 95% 以上、取られちゃうことになるわけですね。ですから、そんだけ給料を取ったり、所得が、かからないように、皆さん、自分たちの所得をですね、あまり上げなかったわけですよ。で、代わりにですね、従業員の方々に経費を渡して、従業員の方々の方で、所得を増やしていく。で、自分たちの所得は増やさないことによって、会社の利益は、経費を増やすのはですね、自分たちの所得じゃなくて、従業員の方に回すことによって、経費を増やしていこうと。まあ、こういう、要するに分配の、論理がですね、働く仕組みになっていたわけですね。で、結果としてそういうことですから、今、いろんな方に分配が増えていって、そして、まあ、いわゆる従業員の方々にも分配がいきますから、そのおかげで所得が毎年上がって、結婚して子供を育てようと思ったら1人2人3人と埋めたわけですよね。ところがそれがですね、ある時から、その累進構造が緩和されてきました。で、その緩和されてきた原因っていうのは、平成元年にですね、消費税を導入して、今まではあまりにも所得課税に、この偏重していたと。で、いわゆる法人税、それから、個人の所得税、まあ、これでほとんど税金のですね、大体はここで収入を得ていたんですけれども、その分ですね、重税感が強いと。で、特に、サラリーマンなんかの場合でもですね、
当時はまあ1000万円というのはなかなか有名の数字だったんですけれども、だんだん大企業や、そういうところの、課長職ぐらいになってくると1000万を超える人が増えてくる。で、特別な人でなくてもですね、1000万円を超える人が増えてくる。で、そうすると1000万円を超えた段階でも、住民税など合わせていくと4割以上税金がかかってくるような確か税制だったんですね。それじゃあ、このこれから出世して給料を増やしていってもですね、また半分近く取られてしまうのかと、増えた分の。それでは面白くないんじゃないかということからですね、その累進税率を緩和すると。で、その代わり広く薄く皆さん方から緩和し、所得をいただきましょう、税をいただきましょうというのから消費税が入ってきたわけですね。で、その考え方、私も実はですね、平成元年というとまだ議員にもなっていませんでした。まあ、一階の、町の税理士であったわけですけれども、我々はですね、その税理士の勉強会で、それはいいじゃないかと。で、社会を支えるのを広く薄く負担するのはいいじゃないかと、そういうことを私は勉強会で、主張してきたことを覚えています。で、確かにその考え方は正しいんですよ。正しいんですが、モラルとして社会全体で、この、国全体で薄く広く社会を支えていこうというのは、モラルとしては正しい。しかし、私は今となって気がついたのはですね、モラルとして正しいことをどんどんやっていくと、社会として歪んでくるということになりかねないわけですね。で、つまり何が起こったかというと、そこでですね、この、いわゆる低所得者の方も消費税を通じて税金を納めるようになってきたわけですね。で、代わりに今までたくさんの税金を納めていた高額納税者や、それから、いわゆる企業の方からはですね、税金が少なくなったわけですよ。つまりお金を持っている人の税金が少なくなって、お金を持っていない人の税金が増えたと、まあ、一言で言うとこういうことなんですね。で、しかし社会を全体で支えるんだから、それはそれでやってもらおうということだったんですが、それもどんどん行き過ぎてくるとどうなったかと。で、特に、この、高額納税者、高所得者、それから法人、まあ今までですね、一番お金を持ってる人ですから、その持ってる人からお金を、まあ半分以上税金を取り上げていたと、税金で。で、それはかわいそうだっていうので、どんどんその率を下げてですね、法人なんかの場合には、住民税と合わせても実効税率3割未満なんですよ。昔は5割以上取っていたものが、半分以上税金取っていたものが、もう3割しか取らなくなっちゃった。それから高額、高所得者でもですね、まあ1億円を超えてもですね、半分以上税金残ってくる、所得が残ってくるという仕組みになっているんですよね。で、そうすると、その方々がどんどん、その余ったお金、今まで税金で捉えていたわけですから、それをどんどんですね、使ってもらえば、社会全体に還元される、いわゆるトリクルダウンというのが起こるだろうと思って、こういう税制を作られたんですが、起こらなかったんですね。もちろん、お金持ち、また法人はですね、大きな買い物もするでしょう。しかし、買い物したり消費をする以上にお金が残ってきていると。で、それがですね、法人の内部留保問題であったり、この、いわゆる民間の金融資本だ、資産残高増えるけれども、結局、負債の残高増えてこない。つまり、投資をしていないということなんですね。で、そして、社会全体ではデフレになっちゃった。ということは何を意味しているかというと、日本で一番お金を使う人は金持ちじゃないんですよ。高所得者層じゃないんです。それよりも、年収ですね、600万、700万。まあ、いわゆる庶民クラスの方々が、そこにですね、お金を渡していくと、皆さんがですね、生活の中で必要なものを使っていく。で、こういう1000万もいかない、600万、700万、まあ、500万とか、まあ、こういう所得の人はですね、お金を貯めるよりも、お金を使っていかないと生活成り立たないという、まあ、こういう状況にあるわけですよ。ですから、この方々が使う。さらには、この方々が家を買う。家を買おうと思ったら借金をしなきゃならない。そして、それで投資、大きな買い物をするわけですよね。つまり、こういう一般の方々の庶民の所得を増やすことがですね、消費を増やすことになり、投資を増やすことになった。で、それがまさに昭和の時代の右肩上がりの経済成長を作っていたということなんですね。ですから、今回、この経済成長が止まったと、特に、子供の数が減ってですね、先行きが、右肩上がりにならない、
右肩下がりの経済になってくる。で、それを止めるためにですね、子供に対する子育て支援をやっていこうということが言われてるんですけれども、その時に税金を、社会全体で支えるという形で、いう形に傾いていくとですね、7割がそれでいいと言ってるわけですけれども、それやっちゃうと、まさに消費税を増やしてやりましょうとか、社会保険料を増やしましょうとかいう論理になっちゃうわけですね。で、それは間違いだということなんですよ。で、モラルとしては正しいけど、絶対それやっちゃいかんと。ね、やったらいけないのは庶民サイドからお金を取ることなんですよ。で、やっていいのはですね、まずは、国債発行によって、つまり通貨供給によって、その子育て支援の予算を出していく。で、その出したお金は誰に行くかというとですね、当然子育てをする方々というのはですね、年齢が40代以下ですよね、基本的に。50代になってからなかなか子供を産めませんからね。で、そうすると、そういう若い世代の方々、ということは所得の低い方々、のところにですね、お金が回ることになるわけですね。で、そしてその方々に、政府がお金を出したお金はですね、まさに子育てのために使うんですよ。消費に使われるわけですね。だからお金くるくる回ってくる。ですからまずは、この国債発行で、通貨供給によって、この子育て支援はすべきだ。これ私がずっと言ってる話なんです。で、それでじゃあ税は何もしなくていいのかというとですね、私は財源としては今言ったように、この通貨発行、つまり国債発行でいいんですけれども、社会が歪んでるんですね。つまり、かつての昭和の時の税制は、まさに、高所得者や、企業からも、この所得を、に対する税金が高かったですから、それを回収していったわけですよね、政府側が。で、ところが、それを回収が低くなった途端、ね、社会の中で滞留するお金がどんどん増えちゃったと。つまり、死蔵されているわけですね。お金が使われずに死蔵されていく。で、将来のための、この安心安全のためだといえばその通りですけれども、しかし、社会全体で考えると、やっぱりそれはですね、お金をくるくる回っていく仕組みにしておいてあげるべきなんですね。ですから、まずは、この、法人税や、所得者の方々には申し訳ないですけれども、税率をもう少し上げる。それは決して、子育ての支援の財源を、賄うためじゃないんですよ。そうではなしに、社会の経済を回していくために、または、この、過剰な内部留保を、これを少なくして、この歪みをなくすためです、経済の。そのためには、法人税などを上げるべきなんです。で、しかし、で、それを、そのまま適用するとですね、やっぱりそういう方々からもですね、なんで俺たちだけ税金取られるんだという、まあ、クレームが当然出ますよね。で、そこで、私がそれとセットでやるべきだって言ってるのは、例えば DX や GX、デジタルトランスフォーメーション、グリーントランスフォーメーション、まあ、これからですね、日本がやっていかなきゃならないんですね。社会的にも、求められる投資ですよね。で、それをぜひ、高所得者または、企業の方々にやっていただきたいと。で、それをやればですね、その分を、このいわゆる、即時償却で費用化に認めてあげるとかですね、そういう特典をつければですね、税金がこれから高所得者や法人がですね、まあ、半分以上税金取られることになる、それはもう大変だというけれども、その出した分のお金を所得から引いてあげると。所得から引いてあげるという制度とセットにしたらですね。で、必ず皆さん方は、お金を持っている方々はですね。じゃあ、これから必要な投資は我々先にやっていこうじゃないか。率先してやるわけですね。で、そうすると、自分たちの懐からお金が出ていきます。出ていった分が経費になっていきますから、税金は減ります。ならなきゃですね、溜まっていたお金にはどんどん税金がかかってくるわけですから、むしろ喜んでそれ使っていこうと。で、使って自分たちも DX、GX 投資がうまくできてくるし、そして社会全体としてそういう投資が増えるということは、経済そのものが活性化しますよね。そして子育て支援を、この政府の、いわゆる、この通貨発行、国債発行でやっていけば、まさに子育て世代に直接お金が給付されます。で、その給付されたお金は当然、これ子育てのために使うんですよ。
ですからお金を使う仕組みをですね、税を使って考える、そして予算を使って考える、これが今までですね、このいわゆる新自由主義的な発想ではできなかったんですよ。で、私は岸田総理にこのことをですね、近々提言しに行こうと思っていますけれども、ぜひ皆さん方にもこのことに気がついていただきたいんですね。読売新聞の調査では、7割の方がですね、社会全体で子育て支援を負担すべきだと言ってるけれども、モラルとしてはそれは正しいんです。しかし経済政策としては愚策だと、誤った方向に経済が行ってしまう、そのことをぜひ皆さん方にもご理解いただきたいと思います。ということで今日の私のお話はですね、本日のデジタル読売新聞のニュースに出ていた子育ての負担は社会全体で賄うべきだという国民に対するアンケートはモラルとしては正しいけれどですね、実際の経済政策としては愚策である、このことを申し上げました。本日もご覧になっていただきましてありがとうございました。